ましてこんばんは。赤が似合う、ありがとうございます。今日はね、赤色の服を着てみました。実はね、この下ね、レッスン着なんですよ。ちょっと今日はレッスンが終わった後にね、やってますのでね。こんばんは、こんばんは。2日連続で会えるの嬉しい。2日も見てくださってありがとうございます。昨日もくださってましたよね。ありがとうございます。こんばんは。レッスンお疲れ様、ありがとうございます。レッスン着、レッスン着みたい、レッスン着みたい。ちょっと待ってくださいね。レッスン着はですね、あ、こっちでいいですね。こんなんです。これの半袖です。青色の密着ビタで、ありがとうございます。昨日はあれですね、多分オーディションです。最終セクションのオーディションですかね。こんばんは。半袖寒くない？寒くないんですよ、全然。もう暑くて、レッスンの時はすごい暑いので半袖がちょうどいいです。動く前は少し寒いですね。なのでたくさん動いて暖かくなってます。あやみちゃんは兄弟っているの？兄弟はいません、一人っ子です。たまにもう寂しくなる時があります。兄弟おったら楽しいやろなってことはありますね、たまに。でもまあ一人っ子でもいいことはあるんで。合格発表みんな泣きじゃくってたね。そう、みんな泣いてました。私も泣いてたんですよね。みんな、皆さん同期の子も泣いてる子が多くて。指ハートして、指ハート。こっちか、こっちか。発表が順、番号順じゃないのがビビった。そうなんですよね、なんか8期生さんの密着も番号順じゃなかったので、どうなんだろうと思ってたら全然違って、5番目ぐらいかなに呼ばれました。私は密着では多分すぐ呼ばれてたと思いますけど、私は5番目に言われてました。いとこはいるの？いとこは2人います。はい、いとこはいるので、でもちょっとお家が遠いんでなかなか会えないんですよ。だから久々に会えた時は楽しく嬉しいです。一人っ子のいいところ、一人っ子のいいところは物を独り占めできるとこですかね。あとは服をいっぱいもらえたり、お下がりじゃないっていうのがいいです。同期の子がお姉ちゃんいっぱいだから寂しくないね。そうなんです、なんかみんな優しくて、すごい優しく接してくれて嬉しいです。すごいすごい。あああやみの由来教えて。ですね、鮮やかで実りのある人生だった気がします。この前聞いたんですけどね、ちょっと正確なの忘れちゃいました。鮮やかで実りのある人生だった気がします。もうアミタンが妹に見えるね。そうですね、もうなんかもう妹のような存在です。でもアミタンすごい顔が幼くて可愛いのに、言葉喋ったらすごく大人っぽくて、もうギャップがすごいです。
かあんな可愛いのにめっちゃ大人な喋り方やって感じで、同期のみんなにもめっちゃ言われてます。中学生になるの楽しみ、楽しみです。制服が楽しみですね。なんかそう、私の小学校は私服なんで初めての制服ということでめっちゃ楽しみです。アミタンとどんな遊びするの？アミタンとはいつもなんかグミお菓子渡し合ったり、あとはですねなんかいつもは追っかけ回し合ったりしてます。元気に遊んでます。はい。中学校の制服は可愛いですか？中学校の制服可愛いですね。私はあの小学校通学路の途中に中学校があって、よく私が行く中学校のがあるんですけど、よく制服着てる方いらっしゃる、制服着てるそのか私の行く中学校の子がいるんですけど、制服は可愛いですね。自転車普段乗る？普段自転車乗りますよ。でも最近は車の移動が多いです。今の小学校って授業でタブレット使うの？使います。なんか調べたりしたりいろいろしてます。バレンタインは誰かにチョコあげるの？あげます。友達とあと同期の子とお世話になってるマネージャーさんやユミさんにもあげたいなって思ってます。あと3日ですね、今週の火曜日ですね。あ、なんかすごいレオちゃんいるの？レオちゃんの好きなところ教えて。レオちゃんの好きなところは NMB48 が好きっていうのを共通点と、すごいなんかいつもおでこじゃない顎の下をポンポンってしてくれます。あとよくプニってされます。レオちゃんね、よく NMB、 レオちゃんはさつき愛花さんが好きで、お母さんもさつき愛花さんが好きで、そうなの、 NMB が好きっていう共通点がすごい嬉しいですね。チョコは手作りですか？ですね、まだ考えてないんですけど、多分今はちょっと、ね、病気になっちゃったりしたらいけないんで、ウイルスとかねあるんで、買ったものにしようかなって思ってます。お母さんと意気投合しそうなレオちゃん。確かにそうですね、レオちゃんじゃないわお母さんとレオちゃんは愛花さんの好きなとこ一緒に言い合ったりできそうですね。レイナちゃんの声、レイナちゃん今近くでやってるんですよね。違う部屋なんですけど、ドアは閉めてるんですけど聞こえますね。あやみちゃんはイントロいつから得意になったのか。なんか一回やってみよう、 NMB を好きになって、一回やってみようって NMB の曲でやってみようってなってやったら、そうすぐ答えられるっていうことに気づいて、それでいっぱい練習して、それで得意
特技をイントロドンにさしました。お母さんは誰推しなの？お母さんさつきあいかさんが好きです。ハリーポッター好き好きです。あのですね、映画も本もあるんですけど、映画見てってお母さんが買っていつも見返したりしてます。夏休みは結構見ました。特に好きな NNB の曲はありますか？とジゴンはジゴンと急戦協定も好きです。すごい元気な感じ、元気な感じで好きです。すごいレナちゃんの声が聞こえますね。坂本さんといえば9期で次に誕生日迎えるような、何かプレゼント考えてる？プレゼントは考え、何を買うかはまだ決まってないですけど、買いに行こうねって話はお母さんとしてます。で3月ですもんね。お母さんはアイピのブランケット使ってるの？お母さんは直してあります。汚したくないって言ってた気がします、この前で。今直してます。私は使ってます。あ、たくさん来てる。リアルタイムは初見です。ありがとうございます。見に来てくださってありがとうございます。何ブラックコーヒー買ってきたの？あ、なんかアミタンがね、宮本アミちゃんがね、なんかアミが行くって言ってレイナちゃんのジュースを買いに行ってあげてたんですよ。で何がいいかわからなかったからビデオ通話でどれがいいっていうのを聞いてたんですよ。そしたらレイナちゃんはあのそのアミタンがミルクティーを刺した時にそれがいいって言ったんですけど、時差でアミタンは自分がコーヒーを刺した時にそれがいいって聞こえてきたらしくて、それでコーヒーを買ってきちゃったらしいです。頑張って飲んでました、全部。あやみは赤ちゃんの匂いがするって、あ、見ました。そうな、小学生なのに匂いがするってすごいですね。アミタンはもう本当にバブイです。私といたらなんか私は大人っぽいって言われて、アミタンはバブイって言われてて、アミタン、あやみといたら小3ってなって、小3に見えるって言われてます。アミタンとコラボ配信早く見たいな。そう、私も早くアミタンと一緒にやりたいんです。ここにアミタンを連れてきてやりたいです。コーヒーお砂糖なしで飲めるかな？私は飲めないです。コーヒーが飲めないですね、全然。もう苦くて飲めないです。9期生でギャルっぽい子いる？ギャルっぽい子か、ギャルっぽい子多分そんないない、いないですね。多分みんなはそれぞれ違った可愛さがあるんですけど、ギャルはいないと思います。ペンライトの色を教えて。白色です。白一本です。アミタンとお揃いのパジャマは自分たちで選んだの？ともともとお泊まり会するってなった時にお母さんがアミタンと一緒のパジャマを買ってくれるってなったんですけど、アミタンには
お揃いのパジャマをお母さんが買ってくれるとだけ言って、どんな柄かは言ってなかったんです。だから見てからのお楽しみです。見てからのお楽しみってなって、それで買いに行ったんですけど、ヒョウ柄があったのでそれを買ってもらいました。今日の洋服は赤、オレンジ、赤色です。赤色。あやみちゃんの憧れの先輩は、憧れの先輩は小島かりんさんです。がダンスの表現がすごいいいんですけど、なんかかっこいい曲ではすごくかっこよくて、かわいい曲ではすごいかわいい、そういうのがすごい好きなんですけど、私が一番好きなのは、憧れてるとか好きなのはかりんさんの笑顔で、なんかすごいニコって笑っててすごい元気をもらえるので憧れてます。笑顔でその人を元気にできるっていうのがすごいなって思って、私もかりんさんに元気与えてもらってたんで、かりんさんに憧れてます。てんちゃんって、てんちゃんって呼んでます。てんなちゃんのことはてんちゃんですね。ここてん公園見たことある？あります、あります。と、ね、かりんさんがまだ長い髪の毛が長い頃のここてん公園と、あと今年のここてんも見ました。はい、坂田美咲さんが夢のデッドボディを捨てて、もうすごいかっこよかったです。ここてんでは夢のデッドボディも好きで、めっちゃかっこよかったです。サヤソニは見に行ってた。サヤソニは DVD を買いました。それでよくお家で見てます。まだその時は卒業コンサートの時、まだ NNB を知らなくて、それではい、DVD を買ってきてくれました、お母さんが。旧期生公演はいつが初日だっけ？2月23日です。はい、ぜひチェック見に見てくれたら嬉しいです。なんで NNB 好きなどの お父さんがファンなの？お母さんがファンで、一期生さんを好きで、それでお母さんも NNB を知ってて、私も知ったみたいな感じです。山本彩香ちゃん知ってま、知ってる、知ってます。梅山ココナちゃん、ココナさんの卒業コンサートに行った時に来てくださってて、その時まだあーやんさんがいる時は私まだ NNB 知らないんですけど、なんかすごい人気な方っていうのを知ってたので、涙出ちゃいました。かりんさんのデッドボディがかっこいい。そう、デッドボディがすごい好きで、ギター弾きながら、あの衣装もすごいかっこいいで好きです。コメントたくさんありがとうございます。あ、めっちゃセンパンで一番会うのはやっぱゆうみさん。そうですね、レッスンを見に来てくださったり、あとは振り入れをしてくださったり、たくさんお世話になってます。一番お会いしてます。動物飼ってるよね。動物は猫ちゃんを一匹飼ってます。麦ちゃんっていう名前です。お母さんはベラルーシやった。お母さんはと
今はさつき愛花さんが好きで、前は梅山心菜さんも好きだったんで卒業コンサートに行きました。NNB 発行で、NNB 発行で押してますな。そうですね、 NNB はでみんな好きですけど、その中でもさつき愛花さんが一番好きって言ってます。麦ちゃん元気？元気です。麦ちゃんはめちゃくちゃ元気で、でも麦ちゃんはぐうたらさんなんでよくベッドの中で寝てます。NNB 受かった時お母さん泣いてた？泣いてました。泣いてたそうです。お母さんその時オーディションの時仕事で直接言えなかったんですけど、メールで言った時に泣いたって言いました。ウィルビー公演見に行ったことある？あります。ウィーアイドルと今まで見に行ったことある公演はですね、キュンマート公演とあとウィルビーアイドル公演と大阪魂したらあかん公演と今の夢中ライブ公演と難波笑顔開花宣言公演を見に行ったことがあります。あやみが知ってるみたいユニットある？私はあみたんと隣のバナナをしたいです。あとですね、ハートの独占権も一緒にあみたんとしたいです。小島さんに来てほしいコスプレとかある？とかりんさんはスタイルがいいので綺麗系のキャラのコスプレをしてほしいです。私はハンコック、ボアハンコックっていうワンピースのキャラが好きなんで、と似たような感じでやってほしいですね。絶対綺麗だと思います。狼とプライドはアミタンが確か一緒にやりたいって言ってた気がします。今日のブリッコポーズして、ブリッコポーズ、ブリッコポーズ。恥ずかしい、恥ずかしいです。大阪魂はチョカワのやつ？そうです、超絶かわいいの皆さんの大阪魂公演を見に行ったことがあります。小学生？小学生です。12歳です。こっちか、こっちですね多分。ランキング、あ、そう、あ、そうだ、昨日、そう、昨日教えてくださった方いたんですけど、昨日10位から呼んでしまってすみません。今日は13位の方から呼ばせていただきます。13位、マカダミアさん、ありがとうございます。12位、あっちゃんさん、ありがとうございます。11位、何さんだこれ、 JOEL さん、ありがとうございます。10位ぬーりちゃんさん、ありがとうございます。9位まさはるさん、ありがとうございます。8位のむりんさん、ありがとうございます。7位たかまささん、ありがとうございます。9位ぎーじゅうさん、ありがとうございます。5位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。4位宝野さん、ありがとうございます。3位よもさん、ありがとうございます。
2位ガチのつぶしさんありがとうございます。1位わらびさん、わさび、わさびさんありがとうございます。ありがとうございます。本当にたくさんの方来てくださって嬉しかったです。誰か来た？ですね、ドアのところにレイオちゃんとテンちゃんとリオピが来てくれました。あやみバイバイって。9期生のみんな見に来てくれたり、さっきはリオピが配信待ってるよって言ってくれたりしました。ポニーテしてる。今日はですねハーフアップをしてます。あ、また明日かな、次やできる時にやりたいと思います。ではありがとうございました。あ、スクショタイムしますか。じゃあスクショタイムです。じゃあまた、お疲れ様でした。また見に来てくださったら嬉しいです。バイバーイ。